ライブを始めます。ですね、リクエスト、リクエスト、あ、どうも。どうしよう。ですね、あら、どうやって私から瑞香ちゃんに、あ、いで、来た、よかった。繋がるかな。あー、よかった、繋がったどうも、私からほら、なんかさ、申請するっていう風に言ったんだけど、やり方が分かんない。あれ、どっちか、そうだったんだ。あれ、私なんかリクエストっていうの今おっしゃいました。大丈夫でした、今。よかった、もう、ね、はい、無事につながってよかったです。あ、はい、よかったです。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんかインスタライブ初めてなので、ちょっとなんかお気づきなんですけど、はい、ですね、はい、上野瑞香ちゃんです。マキバレー団の時の、後輩ですね。はい、もう大先輩で子供の時からずっと見てました、うん、なんか私は子供で、ごめんなさい子役とかをやって、うん、こうバレエ団とかに行ったりしてたんですけど、そういう時からプリマリ人形とかね、そういうのでね、はい、主役とかされてて、なんかずっと見てましたそれがいつの間に自分がバレエ団に入って、うん、一緒にこう舞台に立って、もちろん私はまだまだ下だって、うん、タミさんは最初からもう主役ずっとやってらして、うん、ちょうどね、一回り違うのもね、だって私そうですね、ちょうど蛇同士同士で、うんうんうん、はい、一回り違うんですけど、うん、このずっと見てきて、そこからなんか一緒の役とかでご一緒するようになって、うん、なんか初めて一緒にやったの多分コンブリオとかだった覚えがある。覚えてます、コンブリオ。ああ、なんかやったよねアメリカ人の振り付け家の人、ね、そう、サンフランシスコマネかなんかの若い人の振り付け、そうですね、はい、うん、あれのなんか代役で、じゃないや、ヘルギートマソンか。あ、そうそう、ヘルギートマソンです。あ、ヘルギートマソン、私たちが教えに来てたんだよね、あの時。私多分再演だったので、うん、別の方が怪我されて、うん、急に私になって、うん、で、神さんはもともと主役やってて、うん、あれ3人、女性3人かなんか、酒井花ちゃんと私と民さん、その3人で踊ったんだっけ。そう、それでなんかね、2人で絡むとことかがあって、うんうん、なんかすごい何度も舞台上で本番の日に練習した覚えがあるんです。揃えようって、ゆかちゃんが合わせられなかったんじゃないの、人。あ、そう私本当、多分あの時2週間くらい、1週間か2週間くらいでやることになってるのが、だから大変だったんです、ドキドキで。みずかちゃんのこと知ってるのは、なんていうの、ほら、そんなにちゃんと大人になる前っていうかさ、あのなんかまだポワポワ、半分ポワポワしてる時だからだからなんか、なんていうのかな、イメージもさ、もうさ、もうなんていうの、もうバレエ団や日本を代表するバレリーナのうちの一人っていう風になってるけど、いやいやいや、ね、もう年齢もなんていうの、大きく、ね、年齢もそれなりになって、だけど私が知ってるのは何年前までなんだろうか。あ、でも2004年ぐらいに東京バレエ団。そうです、2004年ですね、はい。ってことはだから16年ぐらい前か。本当だ、やばい、まあ、16年立ってるとやっぱそれは変わるよね。ねえ、で、私でもなんかね、そう、さっきね、うん、変なこと思い出しちゃって、はい、2004年ぐらいに私は、ニコライ・チスカリーゼさんと若者年を踊ったことがあって、ありました、はい、それでさ、その時になんかローラン・プティが来てて、で、うん、瑞香ちゃんは何を踊ってたんだろう。私サティですよ、あの時。ん？サティやった。サティって覚えてる、はい、エリック・サティのね、ジムのペティとかなんかそういうやつか。ジムのペティとか、あとサティなんか、うん、サティの音に合わせて T シャツみたいなの着て、うんうん、なんかみんなでこんなになっ て、 なんかでさ、それでなんかバッチリバランスをとって何かしなくちゃいけないっていうところを、なんかそのできる時とできない時があって、はい、ローラン・プティがさ、なんか絶対にここは失敗しちゃダメだって言って、なんか瑞香ちゃんが泣いてた時があって、
で私泣いてばっかりいたもん。で私はさ、また泣いてるわと思って呼ばれた。ニコライさんが、ジスカリーゼが、なんかそれをすごい喜んじゃってさ、カリコちゃんとそういうところがあるから、で、私がさ、しらーっと、ムスカちゃんの横を通り過ぎたら、手叩いてたの覚えてんだけど。ウケるもひどいあの人。でもなんか、トミさんすごい、なんか、そう、泣いてばっかりいたし、うん、なんか最初はもう自分はコールドで、うん、タミさん主役で全然ご一緒することがなかったんですけど、うん、だんだん何年かしてきて同じ役分けるようになったり、うん、同じ舞台で一緒に、まあ、それこそデュークとか、うんうんうん、一緒にやっていただいたりする中でだんだんこう話ができるようになってきて、うん、でなんか私もなんかポロッとこう悩みを言ったりとかロビーとかで、うん、でそういう時になんかタミさんがすごいなんか鋭い言葉っていうか何かのいやもうねいい意味でねなんかすごい激励してくれて、それがなんかこの前もメッセージさせていただいた時にも書いたんですけど、うん、私はすごく背が高くて相手もなかなかいなくてすごい悩んでて、うん、本当背小さく生まれたかったなって言ったら、うん、タミさんがえ何言ってんのあんた背高くなかったら誰も注目しないじゃないとか言ってなんかすごいと思って私もそうだしみたいなっておっしゃったから、その時に、うん、多分もうレニングラード国立バレエとかでもさ毎年発表を踊らせてもらうようになったと思うんだけど、はい、私はその時に自分が背が低かったら絶対こんなこういう使われ方はしてないはずだなって思ってたのね。なるほどね。あとさ日本人でもやっぱりさちょっと前は背が低くないとそれ森下陽子さんがやっぱりその本当に一番なんていうの、踊ってた時は、はい、なんていうのかな、背が小さくないとバレリーナはダメだみたいなね、うん、そういう時期もあって、ね、でもその後、うん、背の高さとかなんかそんな関係あるのかなって私は思ってて、でやっぱりそれで、うん、大きい人は動くのが大変だとかそんなことも言われてるような時期があったわけよ昔は。ね、今だってありますよ。あ、そう。それで今だってあるんですよ。でもそのなんか今苦しくてもそのタムさんの言葉を思い出すんですよ、うん、あ、私は大きいからこそ私なんだみたいな、うん、だってさそうじゃないと外国人の中に入ってこの日本人のバランスで、うんうんうん、なんていうの、ちゃんとその立場で主役を踊ったりするっていうのはなかなか難しいんじゃないかなって私はそれは感じたのね。まあ結局は背が高かろうが低かろうが、うん、踊りが魅力的であったら別に関係ないのかもしれないけど、でも私がこの体のバランスで背が低かったらここでましてや白鳥なんて踊ってないよなっていうのはあったので、多分それでそう言ったんだと思うのね。なるほど。まあ確かに私も、うん、まあその時はまだ日本でだけだったけど、まあ世界に出てこう踊ったりとか、うん、世界の方と柄で出たりとかする中で、うん、あんまりこう小さいと映えないなっていうのは思った、うん、やっぱりタッパがあったりこう器、うん、舞台人としての器みたいなものが、うん、やっぱりないと対抗できないっていうか、こう対等に立てないというか、うんうん、そういった意味でその、まあ、サイズ感っていうのもある程度助けになるんだ、その器量ってものの、うん、だから神さんも私も、まあ、若い時とか小さい時からずっと見てて、その舞台に立った時のこう、うん、存在感だったりとかオーラだったりとか、なんか私たち知らないかもしれないけどね、コールドで横でこう見ながら神さん出てきたら、うん、あ、草刈りライトついたねみたいなみんなで言ってたの知ってでもそれに憧れてて、あ、うん、いいな、オーラってかっこいいなみたいな。でもやっぱりそれってもちろん小さい方もあるけど、うん、やっぱりこう大きくて華やかっていうのも一つのすごいパワーっていうか、その武器っていうか、うん、ね、それが一つの個性にもなって、そうそう、多分小さければ小さいなりの努力でまた個性を生み出していくんだと思うのね。そうだと思いますけど、うん、で大きければ大きいなりのことっていうことで、もうそればっかりはさ、うん、もうその自分がどういう体に生まれついたかっていうことがものを言うわけじゃない、バレエの場合は。ですね、うん、だからやっぱりそれはもう、もうそれが運命なので、そこをそれを求めていくしかないっていうことだもんね。そうですね。だからそれをこうしっかりね、タミさんはこう自分ってものとか
その現実とかをきちっと受け止めた上でそれをさらに強みに変えていくパワーというか、そのまあ手のこと一つとってもそうなんですけど、例えばこうリハーサルとかですごく私なんかはこう苦しい思いとかをするとどんどんどん、まあ人生のことも全部そうなんですけど、こうマイナスに考えていっちゃってだんだん辛くなっていってそういうツボにはまっていっちゃってみたいな感じに なりやすいっていうか、それでも頑張ろうって思ってこう頑張るんですけど、やりやすいところがなんかタムさんとか見てると、絶対この状況辛いなって思う時でもどんな時でもちゃんとしてて、すごいかっこいいってすごい思ってて、なんかいやなんかね、私すぐシュンとしちゃうしすぐ泣いちゃうし、まあ今でこそ泣くのは我慢してるけど、でもなんかやっぱりこうシュンとしちゃうんですよね、なんかちっちゃくなっちゃうというか、まあ分かんない、どう見えてるか知らないけど、そういう風に なっちゃうって自分では思ってる。でもなんかタミさんはどんな時もシャキッとして、なんかそのこう辛い時でも強くいられるなんか秘訣が知りたいっていうか、なんかないですか、こう座右の銘とか自分の支えだったりとか、私例えば私はこういうものが絶対的にあるから何があったって大丈夫とか、分かんないけど、私は辛ければ辛いほど目を乗り越えればみたいな感じで燃えるタイプ、あだからなんかいやこれはっていうことがあっても、いやこれはやらねばならぬって言って、そこからさらに火がつくみたいな、火がつくんだね、そういうタイプかも。でもねやっぱねこれはね、あのは私も子供の頃は体も弱かったし、あの本当に体力もなかったのね。でこの体力は今でこそ体力あるんだけど、もう根性でつけたみたいな感じなわけよ、根性あるよね。それはね、ね、どういうことかっていうと、私は、もう16ぐらいでバレエ、学校も辞めちゃってバレエ一筋になっちゃって、でやっぱりあと、まあ、それでもそれで牧先生の個人レッスンをたくさんやってもらったりみたいな感じで、さらにそれから17ぐらいからなんていうのかな、ポスターだのなんだのそんなことにも使ってもらったりとかね、でやっぱりそれで親もすごい協力してくれたりとか、なんかやっぱすごくこう人からジェラシーを向けられるっていうのがものすごくあのすごかった時期があるの、若い時。それであのね、まあこれあんまり今までそういうこと話したことないんだけど、実際それ私も正直なこと言うと、あのそういうことでさ、もう狭い世界の中でさ、もうバレエの世界もどこの国でもそうだけど、狭いからさ、あでもないこうでもないってしょっちゅうごちゃごちゃしてるじゃない、はい、でその中でそういうことが本当に一点集中みたいにあの向けられたりすると、やっぱりさ、そこで消耗するエネルギーってものすごいんだよね。そう、わかる。でこのその消耗するエネルギーをもっと自分の稽古とかに向けられたら、私もっと上手なのにってずっと思ってたの。なるほど。で怪我も多いし、そういう時はやっぱり疲れやすいし、あのなんかそのなんていうのかな、自分自身の精神状態なんか全くなんかいい状態はないしね、そういうこともあったんですね。そうそう、だから水香ちゃんなんか帰ってくる全然、だから私が16、あのすごい若い20歳前後ぐらいまで、はい、でまあ、そのもうちょっと後まであったかな、まあ、でも常にさやっぱり目立つポジションにいるってことはさ、あの人の注目を浴びてるし、ましてやあんな世界、あの狭い世界の中で注目を浴びてるってことはもう一気に人の視線を浴びてることになるので、はい、あのそれはもういいも悪いもものすごいいろんな経験があって、ね、でそれをさやっぱり乗り越えるのはにはいろんな、はい、こういろんなことを言ってくる人よりも強くなんないと無理だなっていうね。あ踊りもそうだし、気力体力もそうだし、もうやることなすこと全て全部がその人たちよりもなんかこう上に行くとか強くいられるとか、もうそういうことにならない限り無理だなと思って、それでやっぱり死ぬほど頑張ったっていうのがある。なるほどね、だから水川ちゃんが入ってきたのは、ちょうどそれで少しはいろいろ身についたりとかしてた時なので、はい、そうやってこうなんていうかな、言えたんだ、うん、なるほど、うん、私も強くなります。
って感じ。頑張ります。でももう十分その強さはあるでしょう。だってそうなんですかね。私はね強いんじゃなくて多分鈍感なんだと思うんですよ。感じてない、まあ、あの必要なことでそれはさ神経質なところと鈍感なところと結構極端にあるはずなので。ああそうね、それは分かります、うん、そうなの。タミさんもそうですか。やっぱ鈍感な部分とすっごい神経質になっちゃう部分もある。あのね、鈍感っていうよりも私の場合は開き直ったの全く気にしない。じゃあそれ感じてるけど開き直ってるんだ、すごいね。そうでも逆にさ、うん、例えばね、あの外国人の中で一人だけ日本人で踊るとかさ、そういうのだって一番初めの頃はちょっと意地悪もされたりしてんだよね。わかります、わかります。であのやっぱさ白鳥なんかで全幕で踊っててもコールドバレーの若い子がさ、私びっくりしたんだけど、あの白鳥のそのオデットのソロでさ最後こう斜めにこう通過するところでしょ。はい、あそこで特にロシアで踊ったのが初め、1回目はロシアで踊ったから、斜めのあの床で踊るから原幕を斜めの床でって結構大変じゃない。そうでしょうね、うんうん、それで、あのそれも4日ぐらいのリハーサルで本番みたいなスケジュールなのね、うん、向こうってあれするとさ、うん、でその時にあの何かキラキラって笑い出したのよ。それも本番中に私が踊ってる時に、それでえーと思ってすごい動揺したんだけど、で、はい、その後東京でそのツアーに参加した時もやられたことがあって、でやっぱりじゃあそれはあのそこでいちいち気にしてるともう踊りに集中できなくなっちゃうから、うん、あこういうのも、ね、一切気にしちゃいけないんだなっていうのをそこでもさらに学んで、これは気にしないっていうのはもう聞こえてるけど雑音みたいに思うってこと、もう気にしないみたいな、まあ気にしない、何が聞こえても気にしないみたいな、うん、なるほど。私は多分気がつかないんですよそういうの。あでもそれは気がつかない気がつかないからできちゃうんだと思う。多分気づくと私多分もうシューンってなっちゃうけど、うん、でもそれをさらに気がついてるのにさらに乗り越えられるっていうのは本当に強いんだと思いますね、うん、まあでもじゃあ気がついても別にどうってことないっていうことになれば別にっていうさ、まあ、そうですよ。だからそのちゃんと聞くべきことと、うん、あの聞かない方がいいこととやっぱ仕分けができるようになるっていうのはそれなりの経験がないとできないし、全く鈍感な人はダメだと思うしね。それはいくらなんでもさ、何にも気がつかなかったら無理っていうかさ。確かに、うん、そうですね、まあ、辛い時とかをこう乗り越えて、うん、いかないともちろんできないもんね。でもなんかだってバレーなんて多分ね、うん、あのそれ一番なんか極端にそういうことがあるかもしれないね。そうですね、やっぱまず通じるって踊るっていうのがそうだし、うん、なんかみんなの中で踊るからこそ、うん、みんながどう思ってるかとかっていうのがもしも自分が気づいてなくてもなんか気みたいなものでわってくるから、うんうん、それがなんかマイナスだったりすると非常にきつい。そうそうそう、ね、うんうん、でもそれはさ多分さ、うん、どんな分野でもやっぱりその、うん、それを乗り越えられた人じゃないと先行けないから。そうですよね、本当、うん、まあ、それしょうがないことなのかなみたいな、なるほど、ふうに思うよね。なるほどね。でもなんかその例えば気がついていてもそれをさらにエネルギーに変えて自分はもっと頑張んなきゃって、うん、そっち方向に持っていけば、うん、そういうことを考えてる暇なんてないっていうか、そういうふうになれるんでしょう、ね、そう。あとさやっぱりさ、うん、何のためにやってるかっていうさ、はい、なんかほらそれを考えると別にそこに引っ張られる必要ないかなって思うじゃん。そうですね、だって、ね、踊るためにやってるわけで自分が踊ってる。 それがなんか全くこうそこまでも外れちゃう時ってたまにあるけど、たまにあったけど、はい、あの、うん、なんかそもそもなんで私踊ってんのみたいなところに立ち返るとやっぱりなんかそういうことに引っ張られる必要ないなっていうのはちょっと気がついたりすることはあったかな。なるほど、うん、なるほどね、そういうことか。なんかさ、みずかちゃんは、私は久しぶりにこの、はい、連絡をして私はこういうことやりたいからっていうんで連絡したわけですけど、はいはい、この自粛中のあの時期っていうのはどんな感じで過ごしてたんですか？私は、うん、やっぱりその踊り、まあ、今の話じゃないですけど、うん、その自分がずっと踊りで人生やってきて、うん、
やっぱりそれを自粛ってなっても失ってしまえないっていうか、うん、やっぱり踊り続けていたいっていうためにどうしたらいいだろうっていうので、うん、まあ家でもちろんやるっていうね、家でお家でバレエみたいな、みんな、まあ、動画とか上げてたりとか、うん、もちろん家でストレッチとかもするけど、やっぱりある程度のスペースが必要だから、うん、知り合い伝ってスタジオ持ってる方のところに聞いてみて、借り、うんうん、させてもらって、うん、自習っていうのを毎日、うん、まあ普段も月から金までバレエ団があって土日とお休みなので、そのカレンダー通りに自分で自習っていうのをずっとやり続けてて、うん、ただこう黙々とね一人でとかこうやるじゃないですか。で、うん、そうするとこうモチベーションもただただやってるだけでってなってくる中で、うん、アタさんにお声掛けいただいて、うん、その一つの、まあ、作品、まあ、とっても短いけど、一、うん、つの音楽作品っていうものを作っていくリハーサルみたいな感じのことが、うんうん、できたので、そこですごいモチベーションがガッて上がって、うん、だからすごい参加させていただいて楽しかったし、良かったなって思ってすごい感謝してるしでもそれと同時に、うん、もうすごい長い間、うん、タミさんとあまりこう接触する機会が、たまにお会いしてお話しするぐらいだったじゃないですか、うんうんうん、それが今回こういう風に、まあ、こういうトークはまあもちろん初めてですけど、うん、あのまあ、打ち合わせだったりとか、うん、まあ、作品を動画でお見せして、そこからコメントいただくときとかもこういう風にテレビ電話とかでやり取りしていただく中で、うんうん、いや本当にタミさんはタミさんで相変わらずだ、相変わらずパワフルで、本当にいつもめっちゃバイタリティにあふれてキラキラだなって改めて私もそうありたいなって思いました。いやいや、そういう風に言っていただけるとありがたいいやもうずっと見てきてるから、やっぱり、うん、そのいろんな面も見てきてるし、うん、でも特に最後の頃はすごいいろいろお話しさせていただいたりとか、そういうのもすごい思い出してて、うん、なんか地方とかに行って新幹線とかで移動してる時とかもずっと喋ってたなとか思って、うん、あ、そうだっけ。そうですよ。それで私がね、メロンパン買って、タミさんがなんかお弁当買って食べてて、うん、なんであんたそんなものしか食べないのみたいな感じでチョコレートそれで、で私チロルチョコ、チロルチョコとかにハマってなんか駄菓子ね、でそれをすごい覚えてる、なんかロビーで美味しいとか食べたらお菓子ばっかり食べてたんです。そうそう、でも怒られてだけどこれ本当美味しいから食べてみてくださいよって言って、すっごい無理やり押し付けたら美味しいって言ってくれていや、なんかさ、さ、例えばさ、私は思ったのはやっぱりこう、なんていうの、あの自習とかでも、うん、いくらさ自習でバッチリやろうとしても、なかなかさ、あの一人で稽古するっていうことで体は保てないじゃない。そうで、あの私ほら、みずかちゃんにこう、今回私たちは振り付けをしないので、はい、ちょうど私とみずかちゃんの間の世代の田中裕子さんっていうね、うんうん、あの松原さんの仲間と、はい、にあの相談をしながら、はい、あの振りを考えたりしてっていうことでいろいろやり取りしてたんだけど、やっぱさ、最後の方は、最後本番用に使ったものをあの録画する日の体はもう全然背も高くてさ、あのちゃんとこう、なんていうの、作品踊るような体になってたんだけど、本当ですかやっぱりさ、その2日3日の、あの違いってすごくて、あれでもやっぱさ、最低でも1週間ぐらいかかるじゃない。そうですね、はい、本当にちゃんとその踊るような状態に体を持っていくまで、うん、そうですね、その作品をやるっていうことがやっぱりクラスだけとは違いますよね。そうそう、でさ、うん、たったの16秒のフレーズを踊るんでも、あのバッチリ踊る状態でっていうと、やっぱりさ、ずっとあの現役でやってた人だけ、あ、なんだけど、こうやって自習だけになっちゃうと、なかなかさ、やっぱ1週間ぐらいはさ、かかるっていうか、だからやっぱバレエは本当大変だよなっていうのはすごい思った。そうですね、バレエはやっぱりすごい厳密なところが求められるから、うん、そういう意味では本当に大変ですよね。そう、あとやっぱさ、うん、体動かしてないと、そういうこの軽い体になっていかないから、うん、そうなんですよ。そうそう、やっとかないとっていう。そう、でもなんか、やっぱりその、私はこのコロナの状況になって、
もしも自分がね現役でこの時現役だったらどうやってんだろうっていうのはすごい思って、うん、みんなどうしてんのかなっていうのがちょっと気になってたのは気になってたな。そうですよね、みんなそれぞれ多分その乗り越え方だったり過ごし方だったり違うと思うんですけど、うんうん、私はとにかく動いてました。もう動いてないとやっぱり心配で。そうだよ、まあ、もちろん今だからこそできる、例えば読書するとかできるかもしれないけど、もう座ってじっとしてると不安になってきちゃって、なんかこのようになってきそうみたいな、だからもうとにかく動かなきゃ動かなきゃってすごい思ってます。あとさ、やっぱりさ、若ければ若いなりにずっと 動いてなきゃいけないっていうのもあるんだけど、もうさ年齢重ねてくるとさ、休んじゃうと本当に取り戻すのが時間かかる。ね、多分そうなんですよね。そう、だからやっぱりもう、やっぱりこうなんていうのかな、もう年齢いってる人ほどやっぱりこれでさ、この期間の過ごし方で、うんうん、先踊りとかをちょっとフェードアウトしなきゃいけないかって結構分かれ目になっちゃう人もいるのかな。絶対そう思いました。これ絶対もう道の分かれ目だわと思って、うんうんうん、やんなきゃみたいな、うん、もうなんか逆にやりすぎて疲れちゃったみたいな感じ。すごいやっちゃった。それぐらいじゃないとなかなか保っていけないよね。多分そうなんだと思います。なんか私はまだ感じてないんだけど、うん、その例えば踊りながら、あ、もうちょっとこれ前よりできないなみたいなことを、うん、感じた瞬間ってありました？どんな風に感じる？私だってね、38ぐらいかな、前だったらさ、もう例えばグランパディシャとかやった時に足一振りすればわっと体が浮いてたのに、それすごい、なんかそのつもりでやっても、うん、あれみたいなの38ぐらいで思って。そうですか、うん、でやっぱりね41かなの時に白鳥の全幕を踊った時に、うん、あ、これはなんかもう来年はダメだなと思ったのね。でね、その時にグランフェ、私ずっと足首が悪かったんだけど、グランフェってやった時に、あ、違う、それは一番最後だ、42の時に、41でもうこれは来年はやめた方がいいなと思って、42の時に白鳥最後にしたわけ。どうだったんですか？レニングラード国立バレエの、だから1ヶ月で6回ぐらい踊らなきゃいけないようなあれだったので、はい、やっぱりそれが、うん、なんていうの、保てないとなかなか白鳥もあれだしさ、うん、でやっぱりその、その42の時に踊った時にも途中からグランフェッテとかがもう足がこんな腫れちゃってできなくなっちゃって、で振り付けを変えて踊ることになったのね。でもやっぱ振り付け変えてまで踊らなきゃいけないっていうのはちょっと私はそれで踊り続けてるっていうのは嫌だなと思って、でまあ来年やで白鳥最後にしますっていうことにしようと思って、であともう一層のことこれでも引退するまでの日取りを決めたいって思っちゃったわけ。そうなんだ、うん、あ、何歳で引退されたんでしたっけ？43、まあ、44になるちょっと前ぐらいの感じ。そっか、うん、だから40だから それから42、43ぐらいの間がなんかさ全部その高覧者っていうところでやってくれた引退シリーズみたいな、だから全部レニングラード国立バレーと一緒だったけど、夏のツアーも最後のとかさ、最後の白鳥、最後の夏のツアー、最後のジゼルとか全部最後に最後にみたいな感じで、なんかそういうことでやってもらえたのね。でもそれを発表する前とかさ、半年ぐらい前にそれも決めて、じゃあいつからチケットを売り出すのでこっから発表にしましょうみたいなさ、その半年ぐらいはすごい辛かった。もうやめるって決めてんだけど、もう誰にもまだ言えないし、なるほど、でも相変わらず稽古はしてなきゃいけないし。そうですね、なんか、うん、もうやめるって分かってながら稽古するの寂しそう。寂しいって辛いよね、もうなんか、大変それは。まあでも足も痛かったしかな、うん、でもなんか、分かんない、私はまだなんか未だにあんまり何も変わっていない、なんかそのちょっとできなくなってきたなみたいのがないけど、うん、そういう日がやってくるのかなって思いながら、うん、それが怖いなって未だにまだ感じてないだけに、うん、その感覚が分からなくて、うん、なんか私すごいいろいろと遅いみたいで、今になってできるようになったりすることがあったりするんだけど、じゃあなんで今までできなかったのって話なんですけど、でもあれなんかそんな感じかな、遅いみたい。私なんかさ、もう本当になんか酷使してみたいなさ、うん、もうなんかこのもうトレーニングも稽古ももうマックスでやってたから、
それでも43まで踊ってたら長い方だと思うんだけど。そうですね、うん、だけどやっぱりすごい経理しながらやっても、うん、どんどん、古傷が古傷を呼んで体のバランスが狂ってくるので、やっぱさ、まっすぐ立ってらんなくなるんだよね多分。なんか背骨のゆがみとかも結構ひどくなってくるっていうか。そうなんですね、うん、で私はなんかそれをこうなんていうの、そういうことだけにとらわれてもう踊りしかないみたいなことよりも、もう踊りはここまでって言ってその後はまた別のことをやるっていう方がいいなっていうのは随分若い時から思ってたので。あ、そうなんですね、うん、ただ女優になったりとかそういうのはもう初めから決めてたわけじゃなくて、なんかさ、白鳥も踊らなくなって、いやだいっていうか引退するっていうのをやっぱ決めた方がいいだなっていうふうに考え始めた時に、なんかさ、でもいろいろ考えてもすぐにさスパッといかないのよっていうのは、これだけまださ踊れなくなってきても体力気力はあるわけで。そうですよね、うん、なんかさ次に何やるかっていうことがおぼろげながらでも分かってこないとやめるのも難しいんだなと思って。なるほど。それでなんかさいろいろ考えていったら1ヶ月ぐらい考えた挙句にふと女優っていうのが思い浮かんだの。でも1ヶ月で決められたのすごいね。なんかその引退してからどうしようって考えてたんじゃないかな、うん、あ、まあきっとそうですよね、うん、でも私も引退したらどうなるんだろうとか、踊りはいつまでもできないとか分かってるんですけど、うん、じゃあやめて何するかが分かんなくて、うん、踊りしかやってこなかったから、うん、いやそれはでもね私もそうで、なんかね、うん、やっぱりでも私がずっと思ってたのはほら踊りの中だけにいるとほらみんな知ってるしさ、ね、そうですね、うん、みんなに知られてるし、はい、ずっとやってきてるからそれなりのポジションの人みたいな風に思われて、なんかそういう対応ばっかり受けてくるみたいなことがあるけど、うん、なんかそこから抜けた時に私はどうなるんだろうっていうことはちょっと感じて、やっぱ はい、そこから抜け出てても通用する自分でいたいなみたいなのはちょっと思ったかな。なるほどなるほど、うんうん、だけどやっぱり、辞めて10年ちょっと経つけど、うん、例えば芝居とかテレビとかいろいろな仕事させていただいてるけど、はい、全く違う世界だから、はい、全く踊りとも違うし、はい、なんかこう なんていうのかな、初めのうちはすごいよそ者感みたいなのも強かったし、うんうんうん、でもねどう考えても役者さんでずっとやってきて出来上がってる人と踊りをずっとやってきて役者になった私とはちょっとやっぱ違うんだよね。そうでしょうね、うん、やっぱさ言葉で表現するっていう声を伴う表現と全く声がない表現ってすごい違ってて。そうですね、で、うん、その違いもねもうそうだな、やっぱりここ数年で分かったぐらい。そうですか、うん、やっぱりそういう世界もまた絶対いろんな心得るべきこととかコツだったりとか、うん、絶対あるじゃないですか。まあもちろん踊りに関してはね、うん、長いことやってて分かっていても、うん、言葉の表現とか例えばこう演技とかも分かんないですけど、うんうん、まあ、バレエだってそうだけどほんの1ミリのズレもなんか良くないのといいのとでこう紙一重みたいなところもあるけど、例えば芝居なんかでも、うん、こう何でもいいや挨拶するとか、うん、例えば人に物渡すとかそういうのも、うん、テレビからこうカメラから撮られてる角度、自分の体を撮る角度とかそういうのも全部熟知して、自分はここから撮られたらこう見えてるとか分かっていた方がやっぱりいい映像につながるんですよね、きっと。いや、なんかそういう客観性も多分ね役者の人たちあると思うんだけど、ね、でも一番バレエと違うのは、なんていうのかな、どういうことでもあり得るっていう。なんかバレエだとさ、これしかダメっていうのはあるじゃない、はい、もうこれが正しいみたいなのっていうのは一つあると思うんだけど、うん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 、芝居とかはあらゆる方法でその成立する可能性があるっていうかさ。そうなんだ、面白いですね。だからそこが全然違って、で、はい、これを目指すって言ってこう一点をその一点を探すような、やっぱそのバレエダンサーってそうじゃない、うんうんうん、はい、でまあ、そういうような感覚で表現を捉えている人はまたすごい難しいと思う。このどういう形でも成立するんだっていうところから
うん、今にふさわしいところを見つけていくっていうのはまたその切り口が違うから。そうかも。だからそれはね、なんか最近分かってきたけどなかなか分かんなかった。なるほど。でもそういうことが分かってくると、うん、今度自分だけのそれこそ表現とかが分かってきて、うん、ますますこう女優として個性的になれるんでしょうね、うん、で答えがないですか違うかって書いて、まあ、答えがないっていう言い方をよくするんだけど、うん、でも答えがない中でその時に必要なものを見つけるっていうことでもあるから、うん、やっぱりでも正解がないみたいなところから入っていくっていうのが、はい、なんか踊りとちょっと違うかなみたいな。踊りはさやっぱりこう出来上がってあこれっていう、まあ、映像でも何でもそうなんだろうけど、あこれみたいなのはやっぱりこうなんか踊りのあすいませんって言ってくれ全然気にしないでくださいなんかあのなんていうのこうこれってなんかこれだと流れがいいとか動きがいいとかなんかそういうことでの判断があるじゃない。はい。で芝居の場合もそれがあるかもしれないんだけど、必ずしもすんなりいくとか美しいのがいいっていうわけじゃなくて、なんかさ違和感があるのがいいとかさ、なるほど、もうそれは人の感覚によって作る人の感覚によって全然違うから作る人の感覚っていうのがあるんだ。そう、あのそれやっぱほら監督だったりとかさ、はいはい、演出家だったりとか。うん、でなんか特にクラシックバレエの場合は違和感がいいっていうのがちょっとないような気がするんだよね。まあなかなかない。でもなんか違和感っていうと違うんだけど、私は個性があるダンサーが大好きなので、うんうん、もう何が正しいだからこういうふうに動いてますっていうだけじゃなくって、うん、その人だけの表現だったり、それがもしかしたら正しくないかもしれないけど魅力的で見逃せない、うんうん、この人なんかずっと見てたいみたいなふうに思えるようなダンサーが私は好きだし、自分もそうありたいと思っていて、うん、だからってぐちゃぐちゃに踊りたいとかじゃないんですけどなんかそういった意味で多分そういう、こう女優とかそういうジャンルもきっと芝居同じセリフでもなんかその人それぞれで味わいが違うっていうか、うん、この人がこのセリフを言うから視聴者はこういう風に感じるっていうのが一人一人の個性となって、うんうん、出てくるんだろうなってこうなんとなくそういう風に感じました今話。やっぱりなんか芝居とか役者の世界が多分すごい個性がね、大事でもバレエの場合はさ、うん、その個性は本当になんかこう基礎的なこととか、はい、その踊りに向けてあらゆることをまずマスターしないと、うん、個性も何もないみたいなのがあるから、ね、うん、そこがやっぱり大きく違うような気がして、なんか個性といえばなんかやっぱりこう踊りをしてて、うん、まあなんかタミさんとか私って、うん、なんかローランプティさんに見出してもらったっていうか、うん、すごくいろんなチャンスをいただいたじゃないですか、うんうん、でそれによってすごく個性が磨かれてったような気がします。そうだね、はい、うん、だから作品との出会い、きっと女優さんもそうかなって思うんですけど、うんうん、まあ、そうなんですよ。個性を引き出してくれる作品との出会いっていうのもすごい大事ですよね、うん、まあ、あとだからその監督とかね、うん、だからローランプティ先生とか、うん、あとやっぱりうちの旦那さんもそうだね、はい、その時は周防正行監督だけどでもやっぱりああいうことでなんかそのまああれはシャルウィーダンスはダンサー踊れる人を探してたっていうのでなったけど、なんかそこでその踊り手のなんていうのかなこの個性、はい、とともに私の個性もなんかこういいようにその役柄でこう使ってもらえたので。なるほど、うん、でローランプティ先生だってさなんか私若者の年を初めに踊ったけど、若者の年を踊るって言った時に次君はそれ踊るんだよっていう風に言われた時に、まだローランプティ先生はちゃんと私の踊りとか見てなかったことなわけよ。見てなかった時期なわけ。でもなんかパッとそういう風に言って、それがやっぱりものすごい私の中ではダンサーとして決定的な瞬間になったっていうかさ。わかります、わかります。プティさんってすごいなんか一瞬で決めますよね、うん、多分タミさんをご覧になった瞬間にもうあの死の役が浮かんだんだと思うし、私も、うん、デベロッペをしろって言われてデベロッペするってあげたら、うん、あ、ミラノで
ノートルの主役やってもらうからって一瞬で言われたっていう、そういうところがすごいですよね。こう一瞬で見抜くっていうか、こう一瞬で決めるっていうか、なんかさ、もう引退して、あの、どっかカザフスタンかどっかのバレエの芸術監督になってる方だけど、アルティナイ、うん、アルティナイ、アリス、うん、アスイルムアートはさ、はい、あの方も、うん、パッと会った時に、これ踊ったらいいって言われて、でも先生、うん、私の踊りまだ見てないじゃないですか。そういう感じですよね、プティさんって。そうそうそう。でもなんかそうい こう個性を見抜くじゃないけど、ダンサーの器量を見抜く力が終わりなんでしょうね、うんうん、まあローランプティ先生みたいにあらゆるダンサーと仕事してきた人も少ないんじゃないかなと思ってね、あの世代 で、ね、だってさ、ヌレーフ、そうヌレーフからさ、バリシニコフまで、まあ、ナタリア・マカロワとかさ、ね、すごい、あのもうなんか亡命をした、あのあのソビエト連邦から亡命した3人とも仕事してるし、なかなかいないよね。なんか時代またいでますよね。そう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 。すごい、うん。なんかさ、その私さっきは聞こうかなと思ったのは、これは例えばそのさっきのそのコロナの話じゃないけどね、はい、こういう時期からまああとさ、今はもう水香ちゃん自体はもうさ集大成みたいな時期で。あとこれぐらい、これから何年かの間にどれだけなんていうの、さらにクリエイトできるかっていうか、自分のものが作れるかみたいなことだと思うんだけど、はい、そういうことって何かこう思うことってありますか？思うこと、うん、なんだろう、私今なんだか、うん、まあちょうどこのコロナのことがある前ぐらいの時期、ものすごい、まあ、悩んでるっていうか、こうまあそれ、まあ、私もタミさんにも聞きたかった、そのなんだ、あ、そうそうそう、引退後の人生とかね、あ、まあさっきおっしゃってた1ヶ月で決めたって言ってた、だからそのまあ私もそれどういう可能性があるんだろうみたいな、もちろんなんかね、バレエとずっと関わっていきたいし、バレエっていうものを自分の中から消したくはないけど、でもなんか別の意味で自分を開発して、例えばなんかお芝居とかね、なんかミュージカルとか分かんない、なんかそういうことをやる可能性とかもあるのかなとか、いろんなこう表現の可能性とかやっていきたいなってこうすごい思いながら、もう何ができるのか分かんないっていうか、悩んでた、すごい悩んでた中でこういうことになって、まあ、舞台ができない、うん、練習ができないってなった中で、うん、まあ、今はやっぱり踊りをやっていこうってこう思って、とりあえず練習しながらこうしのいでいったんですけど、うん、そういうふうにしている中で私自身がすごいリセットされたっていうか、いろんな悩みだったりいろんなことが全部混じっちゃったんですよね、うん、コロナとって言ったらいいの？で楽になったんです、帰って。あ、うん、なんかみんなも今世界中がすごい苦しんでる時期じゃないですか、うんうんうん、世界のどんな人ももう一人一人が、うん、で自分のちっぽけな悩みとかがって思えるようになったんですよ。あ、そうだから、そういう意味ではコロナは私の精神をある意味落ち着けてくれたんですよ、うん、でまたこの後どうなるかわかんないんですけど、うんうん、なんかそういうのはすごい感じていて、だからいろんなものが一回ゼロになってリセットされたっていうか、うん、あ、でもよかったね、それはね。なんかそういう話聞くと私も覚えがあるんだけど、はい、なんかさ、すごいいろいろ考えても、はい、結局考えてもしょうがないみたいなさ、そうやるしかないみたいな。いや、もう本当それで考えてもゴールなんて何も見えないし、うん、結局なるようにしかならないことなのに、うん、こうなったらどうしよう、あなったらどうしようって考えて、だから例えばこうなったらどうしようって考えてたことがコロナによって全部こうなるってことがこうならなくなったんですよ、うん、でそういうことって世の中起こりうるわけじゃないですか、うん、だからこうなってこうなってこうなったら私悲しいな、きっとそうなるんだろうななんて思ってたら、そのこうなってこうなってが全部ゼロになっちゃったんですよね。あ、そうそうそう、だから、うん、あ、やっぱ分かんないな人生ってって思って、うん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 、そんな感じ。なんかね、私はね、うん、思うのはね、最後の最後でこれ以上頑張ってもみたいな時にこそ頑張ると、なんか全てを捨てて頑張るぐらいのつもりになって追い込むと、なんか、うん、そこで必ず見えてくるものっていうのがあって、
だから死ぬ前になんか全部見えちゃうみたいなと同じかな。いや、そこまではいかないんだけど、あの次に何やっていいかっていうヒントになることが見えたりとかさ、はい、なんかあなるほどここまでやったからこそ分かったなみたいな、なんかそういうことは結構ね、なんて経験してるのね。へで例えばこれをやるんだったらもうここまでだと思って、もうなんかもう本当にもう根性物語みたいな、まあ、なんか頑張ってやって、もうそこまでやんなくてもみたいなところまで やるとして、そうするとやっぱ結果が出るから、で結果が出たことでやっぱり見えてくるものっていうのがあるからさ。そうですね、分かります。やっぱりさ一個一個目標は ある程度イメージして、でそこをクリアするみたいなことでこうやっていくと、確実に何かこう自分の中で積み重なってくるっていうのはもうなんか本当に確実にそれが分かってくるところがあるので、そういうのはすごい大事かなみたいな。そうですね、私も最後まで、いや、何ていうの、どんなことでもさ、はい、だからもしかしたらさ、この例えば数年の間、辞めるまでの間、数年の間に、うん、進んだ分がそのやっぱりこう多分未来を切り開くわけよ。そうだと思うの。私もそれ全く同じことを思っていて、うんうん、なんか結局未来は分からないし、うん、もう過ぎたことも変えられないって中で、うん、今どう生きるか、今何をするか、それを精一杯やることで、うん、いい未来だったり、うん、なんか見えることがあったり、そこを一生懸命、今ってものを一生懸命やらなかったら、うん、その後もいいものを埋めないっていうか、だから今できることを精一杯やろうっていう、うん、私さ最後の、うん、最後にそのレニングラード国立バレエで白鳥の湖を踊った時に、うん、はい、その年から新しく先生が入っいらしてね、はい、でそこのバレエ団で親しくしてた子がね、はい、すごい若い子で海賊を踊った時のパートナー2人ぐらいいたうちの1人だったの、うんうん、で18ぐらい私よりも年が若い男の子だったの、はい、そしたら彼がね、その私はもう最後で、普通に今までと同じように先生にリハーサル、先生今までと同じ先生とリハーサルするっていうつもりでいたんだけど、その男の子が民生さん絶対この先生に見てもらった方がいいですって言って、でその彼女はどういう人かっていうと、アラ・オシペンコ先生っていう、ナタリア・マカロワとかと同期のやっぱりその素晴らしいプリマバレリーナだったわけね、はい、でその先生にがその若い男の子が頼んでくれたらいいわよって言って見てくれたら、すごい気に入ってくれて、そこから白鳥とあと夏のレパートリーとかあとジゼルを全部その先生とリハーサルできたの、はい、そしたらもうさ多分、まあ、技術的には落ちても全体的に見たら今までよりも多分クオリティが上がってたっていうような実感ができるような経験ができて、はい、でもなんで最後の最後にこうなんだろうって思ったわけよ。で先生ももうちょっと若い時に出会ってたらって言ってくれたんだけど、でも、ね、もしかしたらさそれがやっぱり次の弾みになって次のさその役者に変わったりする時もなんかその勢いでいけちゃったみたいなところがあるのね。はい、だからさその最後の最後で何が起こるかわからないんだなっていうのをそこでものすごいなんか実感したことがあって、でそのオシペンコ先生はまたね教師として優れてる人で、うん、私がさその引退の年にだよ、はい、今まで全く注意されたことないことを注意されたりしたことあったっけど、何言われたんですか、ちなみにそれ。もうでもね、例えばさ、例えば一番よく覚えてるのは、ジゼルの2幕とかでこうリフトされてさ、タララランってこう上がるとかでしょ、うん、で、例えば、ちょっとこれはカメラ越し見えづらいけど、こうやってアロンジュみたいな形でよく持ち上げられるじゃない。で、その時に、まあちょっと私もほら、引退で体も年取ってたから、ちょい歪みがあると。で、手に歪みがあるから、これを青にしたらどうかとかね。で青にしたら青にしたらどうかっていう、青にしてたらちょっと歪みがあるからアロンジェにしろって言われたのかな。あ、何するさ、はい、これぐらいのこの手のこの違いだよっていうか、それも逃さないわけよ。なるほど。あとさ、マッドシーン最後気が触れてしまうところの、うん、芝居の仕方も、うん、細かくいろんな芝居も付け足してくれて、であなた芝居ができるからもっとこういうことやったらできるって言って、やっぱすごく味付けをしてくれたのね。
でさ、そういやこれ今これもうちょっと前に会いたかったって思ったけど、でもやっぱりさ、まあ私は最後の最後に推しピン子先生に出会う運命だったんだなみたいな。まあでも出会えてよかったですよね、開発してもらえたのから。うん、だけどさ、その時にやっぱり、ここまで見てくれる人もいるんだみたいなさ。だから最後の方の年はさ、私あの瀕死の白鳥をギレーヌ・テスマール先生に習いに行ったこともあるの。はいはい、はい、オペラ座のね、はい、でピエール・ラコットさんご主人じゃない、うん、でその時に、うん、なんかラコットさんも最後の方見に来てくださって、なんかね、例えば最後瀕死の白鳥こうあの死ぬ時の座っていくのを、やっぱほらあの腰が悪いと左右差出ちゃうじゃない。で初めさあの普通にテスマール先生がやってるように座ってったら、あのラコット先生がいらしたら、彼女は反対側の反対向きの方が座りやすいんじゃないかって言ってくれて、それでその反対に変えた方がいいよって言ってくれたのね。だけどさ、やっぱりさ振り付け家だからさ、はい、その時初めて私の踊り見て初めて会ってるのに、もう一瞬にして体の状態とかも分かって反対座った方がいいんじゃないかとかっておっしゃるのね。うん、あれにもびっくりして、あ、やっぱ振り付け家ってこういうもんかってすごい思って、うーん、それもさ、もうすごいなんか長い時間振り付け家としてやってるので、もうダンサーの踊ってる姿見ただけでさ、もうそのダンサーを初めて見ようがずっと見てようが関係なく見抜くの分かっちゃうんですよね。そう、うん、なるほどね。でもなんかそういう経験でなんかさらに踊りに対しての理解が深まったっていうか、最後の最後で最後の最後だったんだ、うん、だからやっぱりね、何が起こるか分かんないから、楽しみになってきましたよ。そうそうそうなんか楽しみに、最後はこうなんていうの、まあ、あの楽しみにって言ったってさ、そんな綺麗事でいかないじゃん、踊るっていうのはそうですそうです、やっぱ大変だから、はい、でも、やっぱそのそこでの踏ん張りもやっぱり発見できることがあると思うんだよね。そうなんでしょうね。でなかなか40過ぎて体力勝負で頑張るっていうのは普通一般的にどんどんなくなっていくんだけどダンサーはさ、踊ってるうちにはずっとそれをしなくちゃいけないし、そうですね、40過ぎたって踊ってるうちはさ、20代の子たちと一緒に並んで稽古するし、そうそうそう、やっぱ40過ぎてからだとやっぱちょっとこれもうなんかもういいかなって思っちゃう日ってたまにあると思うんだけど、でもなんかまあ私もう引退決めた後かな、なんかもうみんなと一緒に、特にロシアの女の子とかさ、体操選手みたいな子もたくさんいたからさ、なんかもうここで稽古してるっていうのもまた大変なことだなっていうのは思ったことある。だからやっぱりやめるの決めて正解だったなっていうのはまあでもこうやめた後こうさっとね、あの女優さんになっていけたっていうのはもう非常に私も見ててかっこいいなって。で引退公演もすごい素敵な、うん、あのプティの作品のこうねから、うん、やる、うん、そういった意味ですごくこう綺麗にバレエ人生をね、されてたなって思ったんですが、うん、まあなんか今回こういうお話をいただいて、うん、私多分聞いたと思うんですけど、タミさん稽古とかどうしてるんですかって言ったら、リノ買って、うん、バー買って家でやってるわよって言ってて、うん、あ今ね、そう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 、タミさんまた踊ってるって思った時にやっぱりこうそういったこう体験が最後にあって、もちろん綺麗な体験としてこう残っていて、でそれがタミさんの人生のその後の人生にもすごくこう光を多分ずっと与えてたと思うし、なんだかんだ言ってこういう時にやっぱり踊りに戻るんだなって思ったの。あ、なんかさ、ね、私はうん、なぜ平原くんに電話したかっていうと、はい、この間も話したんだけどね、平原くん、はい、対談で、なんかさ、私みたいにもうずっと離れちゃって踊りの世界にいないところから見ると、うん、なんか踊りとかの映像とかでさ目立ってるものが全くなくて、でそれでちょっと心配になっちゃったみたいな、いやこれ大丈夫かなみたいな気持ちがちょっとあって、でそれがバレエだけとかそういうことじゃなくて、なんかダンス全般、本当にその踊りだけやってる人たちもいてさ、優秀な人たちもいるわけだから、はい、そういう人たち全体で踊りってこういうもんなんですけどっていうのを作ったらどうなんだろうみたいな、
ちょっと発想が起こったのね。パッとこうひらめいたんですね。そうそう。ね、それはなんかあまりにも世間に届いてるものが少ないっていうかさ。うん、はい。でやっぱり意味があったと思いますよ。そう、やっぱさ、そのバレエを踊ってる人とか常に見てる人っていうのはいるんだけれども、やっぱりその人たちはなんかあるエリアに固まっていて、あの一般的な中で見るとなんかそこまで昔ほど入ってない感じがしちゃって、はい、そうで気がついたらなんかこう、嘘こんなみたいな、うん、それでちょっともうちょっとこれでいいんですかみたいな、これじゃダメなんじゃないの、やばいんじゃないのみたいな感じで平原くんのところに電話しちゃったっていうのが、なるほど、うん、いやでもあの本当素晴らしいダンサーたちいっぱい出てたけど、まあ、彼女たちも彼らもみんなその今回の映像でモチベーションがあって上がったと思うし、うん、見てる方もその彼らのその上がったモチベーションだったり情熱だったりそういったものが映像から感じられたと思うので、うん、見てる人にとってもやる方にとってもすごく良かったって思います。まあ、舞台のね、あの一番あるべき姿っていうのはこう踊る人だったり演じる人がお客さんに、うん、まあちょっと現実とは違うそのいい時間ってものをこうプレゼントして、それをお客さんが感謝して拍手してくれたりこう立ってくれたりするってそういうセッションだったりするんですけど、それが映像でもこのような形でできるんだよっていうことを示してくれたっていうか、やっぱりそのみんなの力っていうその心だったりそういうものが映像からもすごく伝わるような仕上がりになってたって、うん、なんかさ、やっぱりその経験ができた人たちは、はい、ね、例えば私の経験もそうだし水香ちゃんの経験もそうだし、やっぱり経験できた人の方が数が少ないので、はい、やっぱりその経験してきて分かってることはなるべくこう形にするとかシェアするとか、ね、なんか私も今までこういう話とかってしたことなかったんだけど、でもやっぱさ踊り手の経験としてはさ、日本人としてはやっぱりさすごくいろんな経験させてもらっているので、はい、なんかこう今まではさもうやめてるからあんまり出しゃばってもみたいな感じがあったんだけど、でももうさ、これも私気がついたんだけど、こういうふうにこう何かするって言ってもさ、体が動く、なんか体が動いてる間じゃないとできないことってたくさんあって、あのそういうことの方が有効だったりするから、だからなるべくそのあの動くうちはなんか積極的にそのもっと若い人たちの力になれるようなことっていうのはまあ、やれることなんて私がやれることなんてビビたることなんだけど、なんかこうできた方がいいんだなっていうような気持ちになったな今回。うん、なんか舞台とかやればいいのに、やりましょうよ、うん、なんかね、タムさんこれからも踊ればいいのになんかで昨日もさ杉本くんに言われたの、タミヤさん踊りはやめちゃダメですよとかって、あでやっぱさバレエは体が動かなくなったらバレエは踊れないじゃない、はい、そうですね、でやっぱりさ、トーシューズを履いて踊り続けるには例えば年に1回踊るにしても365日ある程度維持してないと踊れないですよ。で それはね私とてもじゃないけど辛くてできないなと思った。あポアントは確かにきついね。ポアントじゃなくてもなんか今回のようなこうムーブメントとかでなんか、うんうんうん、したりとかなんかさ、ま、私いっぱいやったりとか、うん、はい、踊りをやったりとかして、あれちょっと待って、残り1分52って書いてあるけど、もう終わっちゃうんですか？分かんないけど、なんか分かんないけど、残りって、何言おうと思ったんだけど、ちょっと何言おうと思ったのか、ちょっと待って、なんだったっけ、何話すの？踊り離れてて、あ、はいはい、なんかバレエの頭じゃなくなってきたので、余計になんかできるようになったりとか、あまたちょっと踊れるかなみたいな気持ちになったりとかさ、うん、やっぱちょっとバレエから離れられるとそれが可能なのかもって思う、うん、そういう部分ありますね、きっとこう離れたことで、自分のことだったり踊りのことだったりを別の角度から見れてまた別の可能性が見えてきてとか、うんうんうん、やっぱりこう、まあ、その辻本さんじゃないけど踊りをやめちゃいけないっていうんでなくても、うん、踊るっていうものが絶対に魂の中に残ってるはずなので、うんうん、それをやっぱり大切にして、うん、いろんなことをやっていくっていう、うん、なんかそういう風な運命なんじゃない？違う。もしかしたら、まあ、運命っていうよりももう踊りでこれだけなんか作っちゃうと、なんていうのかな、それからは離れられないっていうか、
うん、絶対そうですよね、うん、なんかだから舞台やりましょう、なんかみんなでほらこのメンバーとか、うん、じゃあなんかそのうちまた考えようですよね、ぜひぜひ、うん、なんか今回もとても楽しく仕事させていただいたので何かにつながるといいななんて思ってたので、うん、そうですね、はい、じゃあなんかもういろいろ話して、なんか今日はこういう形の話になりましたけれども、はい、はい、なんかもっとゆっくり会いたいですね、タミさん、うん、話したいな、なんかもしかしてあとね10秒ぐらいで配信が切れちゃうかも、あ、そうなの、あ、うん、じゃあもう終わりですね、はい、ありがとうございました。